見えてきた。お尻の音は。パッポッパッポッパッポッ。お掃除本舗の仕上げは。私じゃない、この裏切り者。新春じゃんけんじゃんけんぽい。やっぱり。新春じゃんけんじゃんけんぽい。ああ、負けた。勝った。よしよしよし。結構すぐだ。結構すぐだよ。忙しいなこりゃ。忙しいぞこれ。じゃあちょっと。レシク。よし。次は負けねえぞ。はい。さあ。いた。どうだ。
見て笑ってたクズルの皆さん。よかったよ途中まで。なんで？なんで？ね、なんでこんな。あっとか。ご案内いたします。ありがとうございます。もうダンサーというかはいるんですか。お楽しみに。はい。お嬢様来られました。お嬢様というか。私
それよ。いや、なんかすごい、いや、本当なんか胸って感じだ。なんかゲーム思いついちゃって。何何言ってて。交換ゲーム。イエーイ。もうやって。イエーイ。何何って言って。何何。さっき歌ってたうちの歌は聞きましたか？聞いてないです。ドワドワみたいなやつです。なんか机を叩くとどんどんの、はいはい、カーテン閉めればシャカ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 、やっとってお尻の音はブーブーブーえ、こういうこと？のような、あ、のような、のような。ドアの音はパンパンコン。お水の音は？え？ちょっと、そう、チュートリアルみたいな時間だった。もう、あ、もう行きたいのね。ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。ごめん、説明するか、ちょっとなんか、自分のリズム感でやっちゃった部分もあった。ごめんごめん。なんか気持ちよかった。うん、触ってたよね。ごめんごめん、行くね。ごめんごめん。水の音は？じゃあじゃあじゃあ。うんこの音は？ブブブ。お尻の音は？ブブブ。お口の音は？パクパクパク。チンチンの音は？負け。チンチンの音は？フラフラフラ。平和チャンネルですから。すいません、本当にすいません。一緒にやりましょう。よし。マリオの音は？あんまりいいや。
ルイージの音は？おい！マリオの音は？ママミーや！あー。クッパの音は？ガーガガバー。キノコの音は？ムギュッ、ムギュッ。キノコの音は？エクザちょっと曖昧すぎルールがちょっといつまでもできないうわーとか言ってるもんそうだようわーとか言ってるもんだいたいそれじゃん、うん、そうだよ掃除機の音は怒った時は悲しい時はいつかの時代で実用化したいねちゃんとやりたいもう JK が真似するみたいなもうキャッチーなポップだわかるわかるわかるイエーイってなれるやつこれは真似しないでしょうん昼休みにさえやろ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 あれじゃないあれじゃない友達はもうやばーいみたいなダサいのそいつもそいつやばーいじゃあできるそっちだったなんだやばいね、ここの音楽最高みたいなここの音楽最高みたいなあーいいじゃんあもう、これで乗ってますよあ、いいじゃん、やってやって
んな緊張してんな多分初めて来たんだ初めて目は閉じる目はと気まずいから目は閉じる聞きますね、うん、でもたまにもう違っちゃったよ目は閉じるから使っちゃうから使っちゃうから止めるちょっとすべて説明しないんだけどまずいかも、その確かに、ごまかせるあ、いいちょっと待ってしばらく何してたのしばらく何してたのしばらく目閉じてたどうだった、うん、どうだった、うん、うん、行ってみたいと思うだよね合う合わながあるからあ、そうだね頑張らなくていいかも、ここはいいかも行かないって言えばいいと思うそうだね普通に、うん、みんなで盛り上がろうか行ってみたいね4人ぐらいで行って乗り切れてないうちらの動画撮ってほしい確かに韓国とかかな日本はちょっとはずいもん、ね、日本はずい海外だったらうちらも人前聞いて確かにそしたらめっちゃはっちゃけられるかもうんえちょっと海外行った時ちょっとクラブ行ってみよう、うん、そのエロとかじゃあエロとかじゃなくて踊りに行く普通にやってみるやってみる人生経験としてまあでもいたらいたで別に違和感まではないかもだからずっとうんうんってうなずいてこうねこんな感じでなんかあそう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 左右に揺れるちょっと下くじる感じねあそうそう目はちょっとこう、そうそう女子だよね、その女子ね女子だよね女子だよね、そうだねちょっと胸張るのかなあ、胸張るかももうじゃないうん、あはい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 くねり、くねり、くねりはい、というわけでね、もう私たちだけになったんで、はい、もう存分入れましょうやばすぎ、見てよこれ疑いはありましたないよアーティスティックな世界観だなとは思ったアップルって言われちゃってたからまあないよなあのフックブックの案件なんてなお願いしますちょっとこれここ一つ、はい、これぐらい体は張れますよ張れますよって言うとサノッチが監督あの千葉全然聞いてなかったですいますルールは私が例えば岡田さんを驚かせますわでその時の岡田さんの反応ですねやらせてこうびっくりするんですけどそれが上手い人を1位を決めてください、うん、じゃあ誰からじゃあ全員決めます最初はグーチェンポイはいこうでしょじゃあどうでした最後最初はグーチェンポイはい、ここでしょ。あ、わかんない。最後。最初。どっち？何番目？何番目？主催。最後？最後？弱気やね。じゃあ真ん中。真ん中？真ん中が一番弱気。よし、じゃあ僕陣が。つい喋ってるとか。うん、つい喋ってる。いや、お腹いっぱいだわ、本当に。いや、お腹いっぱいやな。ね、なんかね。キャベツの違うレシピ、使い道とかあったらね、それでやりたいけど。ああ、まあでもお好み焼きとかもね、似てまう。お好み焼きになりそう。あ、確かに。漬物にしたりしても美味しいのかな。ああ、確かに。浅漬け絶対合う。あ、でもちょっと刻みすぎた。なあ、まあちょっとね。そうそうそう、細かいやつ。コールスローかじゃあ。コールスローはうまいやん。うまいね。
いやだから、はい、コーラって美味しいよね、うん、あコーラ美味しいよね、コーラ美味しいよ、確かに確かに、でもあのいろんなジュースだけど全部美味しいですけど、なんでコーラってこんなに美味しいのかな、コーラは甘いかもね、そのコーラーこれほんまにビビって可能性あるぞ、ほんとにビビって可能性あるぞ、これそ演技じゃなくて、これはガチだ、ガチかよ、意味ないやない、こガチやったら意味ないそのやらせやらせ前置きなしで なしであ、なしでやんない、わーもうわーとかは驚いてまうから、そうもう弱めのやついって言います、はい、わーわー、下手くそかもしれない、下手くそかもしれない、判定が判定、確かに実際やると難しい可能性もあるしね、3人いるからまだ行きます、うん、うわぁ、うわぁ、ちょっとうまい、これはうまいんちゃうか、確かに今、わぁって言ったの感じやったな、うん、わぁやった、でもすごいね、今うちもさ、うん、本物があったからさ、それを再現してるかもしれない、それを再現、しかもそのわぁってやった時ねーって、その嫌だな一回、そうね、ちゃんとね、ちゃんと、うん、そこも、はい、狂ってんです、じゃあ最後お母さん、いきますよ、せーうわぁちょっ見てしまった釣ったなんと釣った釣ったガチガチ、いやガチじゃないっす、えぇ、ー、ほんまやと思ってるやん、釣ったの、うわぁこれ負けじゃない、これはちょっとやられたね、釣ったのほんまやと思ったんじゃ、今完全に心配したんちゃいますの、心配したんちゃ、今のマジ釣った、まあまあでもほんとこれどっちじゃあどっち、はいよ、さらっと一緒じゃ言って、うん、一緒じゃん、ニコさんです、おーっ、言って逆優勝、いたいたいた、逆優勝、なんで言って嘘でしょ、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 嘘です、じゃあ、はい、怒った選手権、あ、わぁ、いやいやいや、てらせ、ちょっとマジやめてっていう、そのあー同じセリフにしない、あ同じセリフでどんだけこう違いを見せられるか、プラスしちゃダメ、マジでやめて、じゃあ岡田さんから、はいはい、じゃあマジでやめてって、マジでやめてって言って、マジでやめてって言って、長いって、なんかそれだけ伝わらなかったの、伝わってない、何やねん、いつ来るんだろうみたいな、聞いてたやつとちゃうねん、どこなんだろうと思ったの、そのマジでやめて、マジでやめて、マジでやめて、マジでやめてみたいな感じで来るのかと思った、うん、まあマジでやめて、どん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 、マジでやめて、イエーイイエーイ、マジでやめて、イエーイイエーイ、マジでやめて、マジでやめて、汗かいてる、マジでやめて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 、メロや、ダメです、ダメです、誰ですけどね、マジでやめてください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 、マジでやめて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 、やめ、栄えてる、栄えてる、待って待って、はい、おしっこ漏れるんです、どっちだ、これさ、右か左に行くから結構明暗が、明暗が、どっちも使ってる、よしよし、右にセブンイレブンだ、よっしゃ、あ、やばいやばいやばい、この信号で行きたい、行きたい、行きたい、あー、大丈夫大丈夫、あそこにもう見えている、見えている、ちょっと本当にやばい、本当にやばい、まあ、向かっていて、あのなんかおしっこがマジで漏れそうで高速を降りました、一度、はい、ここの壺を押したらいいっていうか、どっち、え、これじゃ走ろうかな、いやでも走った刺激で、そうだよ、出るよ、多分多分右だよね、右だよね、待って、ほんとトイレを目の前にしてこう安心しちゃうみたいな、それね、で今もう結構あの緩んだ、うん、ふわってなってる、待って、出口戻った、柔らかくなってる、ちょっとやばい、やばい、怖い、怖い、逃がさないと力を、人間さん、うん、待って、だけ
車全部溶け、ほんと頼む。マジで、今ここに漏れそうな女が2人。やっぱり行くと。どこまで行っても YouTube こいつ行ったらよしよしギリギリ絶対行く。ああどうだどうだこれこれこれどうだ。いや行くよ、私は行くで、大丈夫、私は行くで、よしよしよし、とりあえず行け、とりあえず着いたらドンって行け、絶対僅差があるから、てめえがおしっこしてる間にこれを止めて、オッケー、よし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 よ、一回取りてくれ、ちょっと待って、やばいやばい、ガチやばいガチやばい、もうやるもうやるもうやる、なんでなんでなんで、ほんまに行きました。失礼ね、人がさ運転手の姿を笑うって。ちょっと待ってくれよ、変わるよ、そこまで済んだったら変わるよ、絶対大丈夫、眠くなっちゃったりする予防だから、どっちがにしか分かんないよ、影的なね、やばい、結婚式終わったんですけど、はい、いや、よかったねっていうところで、そうですね、ちょっと待って、近すぎハンドルが、危ねえよ、いるけど、まあ、結婚式終わって、うん、寝てないよね、寝てないよ、そもそも今日寝ないで沖縄来たっていうのは言ってないじゃん、あ、そう確かに、寝ないで沖縄来たんですよ、まず、そう、寝たら終わるからね、そう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 、そう朝の寝便だったから、そうそう、そっからもうずっと寮もなんだかんだ待ってる間も打ち合わせなりなんだけど、そうそうそう、寝れなかったんですか、うん、で終わってお腹すいたんすで焼き肉食べて、うん、今帰るとこだから、やばい、現在時刻がですね12時25分で、ここから、1時間40分なんで、到着時刻今1時18分になってますね、ガチでやばいねこれ、何これ、だから本当にちょっと今お腹いっぱいでしかもぬくぬくしちゃうと、うん、ガチでやばくなるから、うん、沖縄のさ高速道路って本当にね、まっすぐだから、まっすぐすぎてマジ危ないから、うん、っていうことでこの直角ができたっていう感じですね、無事帰れるよ、うん、変わるってみたいですね、私は今年、あなた来年30歳になるじゃないですか、はい、もし結婚とかして、まあ、子供をね、授かり、そうだったな、撮影でも意外とこういう旅行来なくない、来れないなって思ったらめっちゃ貴重だね、確かにもうあと数回とか、楽しくない、楽しい、なんか分かんないけどね、同じタイミングでじゃあ結婚して旦那さんも一緒にみたいな、じゃあったら一緒に行けるじゃん、みんなでじゃあ条件難しすぎるよ、あんたの旦那さんのお休みが土日だと、で私は合わせられるよね、うん、で私の旦那さんは土日は絶対に仕事だと、そう書き入れ時みたいな話だけどとかで、正月か、正月は家族で過ごしたいって、みんなだって家族行事が一番大事になるじゃん、実家帰るとかなんだかんださ、自分のことばっか考えてらんねえんだよな、そうなると、うん、そうだよ、相手のご実家にもご挨拶に行きっていう、そっか、こうやってするって何もない、うん、さっき同じこと聞こうとして、うん、なんかあまりにもくだらないから聞こえないから、うん、私はね、そうそう聞かないことを選択したでも思ったんでしょ、思ったってことは知能レベルは一緒だよ、まあね、うん、でもその私はなんか あまり無駄なことは聞かないみよって、その判断能力っていうのは日本よりはたけてたっていうことあーなるほどね、かもしれない、ごめん、うん、まあ知識は1個減るよね、その場合やばい、明日何しよう、いや、結構マジでそれ会議しないよ、やばいやばい、ちょっと決めよう、第71回うちらどうすんの問題ここ行ってみたいとか、ここ行ってみたいと思ってたんだけどどうとかさ、うん、提案しろ、てか、なんかそんなのさ、沖縄に来る前に考えとくよ、沖縄、うん、なんちゃう観光じゃないよね、経験、何にお金を使うのが一番幸せ、うん、結構飲み代とか人との食事とかはすごい大切にしてるから結構高くても払っちゃうかも、そうなんだ、うん、私は死ぬ時にヴィトンのバッグとかシャネルのバッグとかブランド持って欲しいかなって思った時にいらないな、じゃあ死ぬ時に何が欲しいかなって言ったらやっぱり経験だったりとか物質ではない何かにお金を使いたいって思うから経験とか旅行とかにお金を使うようにはしてる、うん旅行行ったこと
あるだろ。どこ行った今まで、国とか。まあざっと8カ国ぐらい。え、韓国、うん、シベリア、フランス、パリ、うん、フランスとパリ一緒。あとは南米とか、うん、チリも行ったし、ブラジルも行ったし。え、ブラジルも、うん、あそこいいよね、うん、あそこ行った？ケンマンジャロ行ってない。やばい、うちら頭の中年齢になってる。やばい、本当にさ、ハマるとさ、長えの。じゃあ例えばどういう体験がいいの？今だって海とか水系のアクティビティはできないもんね。そうなんだよね。ジップラインとかになるのか。ジップラインなんて超やってるの？あんのかな。ありそうだけど。150m 海越えジップラインだ。え、絶対明日体重いってこんな食ったら。ほらほら、見たことか。でも言っときたいの。何が？急に。うん、言っときたいのは、うん、なんかやっぱ、ね、なんか幸せになれるのかなとか。いやでも今幸せじゃんみたいな、うん、悩みは尽きないけど、尽きない。どっかで結構私はなんかあんたがいる時点で最終日の夜だし言うね。やっぱ私はリオちゃんがいる時点で恵まれてるなとてもって思ってて、うん、なんか別に私たちってカップルなわけでもないし、だからどんだけこれから例えば喧嘩とかしたとしても、どうせまたじゃあそれで1年空いたとか平フライやめたとかなっても、どうせまたどっかで会わねえみたいな感じなんで、また仲良くなったりすると思うのよ。いろいろあると思うよこれから。わかんない、それは考え出したらわかんないけど、でも結局なんか多分死ぬまでなんかいるんだろうな隣にって思ってて、そう思ったら普通体験できないような、こういう中身はないよ、中身のない旅行だけどとかもできるし、ないじゃん普通、うん、幸せだなって思う、うん、かなー。ありがとう、うんうん、っていうのだけでも伝えときたくて。あ、うん、ありがとう。なんか今の聞いて、うん、私の気持ち、うんうんうん、は夫婦以上にこう夫婦というか、うん、2つ家庭を持つみたいな感覚になるのかなって思うよ、その、うんうんうん、将来的に私が結婚したあなたが結婚したってなった時に、まあ、旦那さんとの、ね、家庭の一つ、うんうんうん、でもここでの家庭の一つみたいな、それぐらいの感覚はあるかな。ありがとう、うん、じゃあ行くね。あれまた明日、明日でした。おやすみ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ネガティブ持ってるだけで、右左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 まだ全然いける。せーの、ポッパッポッポッパッ、せーの、ポッパッ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 、あ、せーの、ポッポッパ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 ッポッ、せーの、ポッパッ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 、せーの、ポッパッポッパッパッ、いけるいける、むずいね。せーの、パッパッパッパ、どっちせーの、パッポ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 、そっちです。せーの、ポッ
せーの、ポパポパポ、せーの、パポ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 、せーの、パパ。オッケーオッケー、こんだけ練習したらいけるだろ。よしよしよし、声出してこう。お願いします。お願いします。せーの、ポパ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 ポ、せーの、パポパポパポパ、せーの、パ、せーの、パポパポパポ、せーの、パポ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 パ、せーの、やばい、大丈夫、あ、ちょっと待って、せーの、ポパ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 ポ、せーの、パポ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 。してください。じゃあ水で薄めたガリルなので、普通打ち上げそのコナラ流し込んでください。一気にだ。少しずつでもどちらでも大丈夫です。お願いします。はい、止まりますね。はい、では体左の方にを向いてください。そんなすぐ出んの。先に食堂で撮影したらしていきますので、そこまでつまんで我慢しててください。はい、まず半分くらいバリウム飲んでみてください。むせないように気をつけてゆっくりお飲みください。生きてる。では台頭していきます。左向いたままお待ちください。その台に足の裏しっかりつけてください。この手すり持ちます。ちょっとだけ右向いてください。ちょっと私の方右向いて、息吸って止めてください。楽にして正面に戻ってください。で背中つけてくださいね。ちょっとそのままお待ちください。まずしてるみたいな。足りなくなってしまったので、もうちょっとだけ最初のコナ飲んでいただきます。台にお顔つけててください。上から片手降りてきてます。膝をつけたままお尻ぐっと上に突き上げてください。お尻の上にもうちょっと上げます。はい、そうです、そうです。腰のまま頭下げますね。しっかり手すり持っててください。上げたお尻こちらにちょっと向けてきてください。そうです、そうです。膝を上げて膝台つけられますかね。ごめんなさい、前向いてもらっていいですか。背中つけて上向きです。ごめんなさい、ちょっとまた空気足りてないので、もう一度また粉飲んでいただきますね。結構腸とかにもね流れてたり、ちょっと声こいちゃいました。すみません。はい、ありがとうございます。ではお待ちください。また台寝ていきますので、お待ちください。楽にして正面に戻ってください。では機械でお腹を押します。ゲップ我慢しなくて大丈夫です。力抜いたまま。では押します。こんな感じですが痛くないですか。では続けます。また場所変えて押します。では検査終わりです。気をつけて台から降りてください。お疲れ様でした。何が大丈夫ですか。大丈夫です。本当にバリウムがやばい。飲んだ瞬間からもゲップがで、なってくるから。わかりました。お願いします。この先にお口に含んでいただいて、水で薄めたバリウムをこちらで流し込んでください。右回りで素早く3回ぐるんぐるんと回ってください。3回右回りで右手でいきます。であともう1回お願いします。ふざけてるわけじゃないもんね。そういう感じ。ちょっとだけ右抜いてください。
もうちょっと向きますか、ちょっとだけ、腰もちょっと上げてこちら向いて、もうちょっと向きます、もうちょっと右、はい、そうです、そうです。そこで息吸って止めてください。楽にして正面に戻ってください。背中つけ私の方にお腹少し見せてください。はい、そこです。では息吐きます。ふーっと吐いて止めてください。楽にして正面に戻ってください。機械でお腹を押します。もうゲップ我慢しなくて大丈夫です。少しでは押しますね。力抜いたままです。こんな感じです。痛くないですか？では検査終わりです。気をつけて台から降りてください。お疲れ様でした。もう大丈夫です。はい、お疲れ様でした。お渡ししますね。すいません。お掃除半端な。あ、お掃除ですか。あ、どうですか。あの、いつもの掃除かけ。俺もやんないからあれ。まあ、やるやる、今日はやる。お掃除半端なって言ってもらえたら。あ、いや、やる。自分がそっちパートやん。あ、違う違う。じゃあ俺最初にこのあれするはずなんだよ。うん、先にこうエンジンかけてからっていう。なるほど。お掃除本舗の仕上げ技。あ、なんかきんぴらごぼうが。いつの間にみたいな。それまだいけます。マジっすか。賞味期限が2024年3月24なんで。え、なんすか、なんすか、ゴミ捨てくれるんですよ。あ、そうなんすか。いつも綺麗な状態で掃除機が使えるんですよ。いや、もう髪の毛とか飛び出してますけど、それは本体から髪の毛吹き出してほしい。あ、吸い取るじゃないですね。あ、もうパンパンじゃないですか、こっちが。あ、そうっす。切ないっすか。そこだって出したことあります。いや、一回だけあるっすね。あ、ん、あ、ここっすね。あ、はい、あ、ちょっと、ちょっと、やばっ、すごい、やばい。一回それちょっともらったら、こっち。はい、すいません。はい、行きます。はい、あはい、あ、でもこれでまた、はい、綺麗に、よしよしよし、すいません、ありがとうございます。これでやばいっす、すいません、すいません、すいません、はい、こちらですね。こちらですね。ボトルフレグレンス、え、名前はどこ。ノルディックコレクションリードディフューザーライトサボンなのかな、うん、これお名前がこんなねでっかいのがありまして、ノルディックって読むのかちょっと分かりませんけども、うん、これがねすごい匂いだったの。ちょっとすっごいでかくない、すっごいでかい。だから私もう寝室にぶち込んでやろうって、うん、クラッカーかと思ったでしょ。私もなんか撮った時さ、なんかこのぐらいのサイズだった気がするんだけど、うん、なんか伸びた帰ってくるまで。ちょっとこれ硬そう、なんかない。あ、来た来た。ベリーを、私あんまベリーの匂い好きじゃないんだけど、うん、もうちょっとなんか爽やかに薄くして、うん、ムスクっぽい感じも混ざってて、いい匂いでした。はい。いい匂いですか。花束に捕まってしまうとは、申し訳ないことをした。とんでもないです。夕紫おいらを守りたくて、あの手紙通りなら、芝名屋の呪い、男の次の狙いは夕紫おいら。私が止めなければ、あの時誓ったんです。何があっても守ると。私の話は、聞いてくださいますか。お願いします。私からもお願いします。ありがとうございます。今日の花魁のうち私が潰してあげようか。やめて。分かってるだろ、私はお前のためだった。この町では1年ほど前から頻繁に辻斬りが起こるようになりました。それもいつの頃からか橘屋の者ばかり狙われるようになった。だから皆橘屋の呪いと噂するようになったのです。
私は呪いなど信じてはおりません。何者かの企てだと思っております。だからこそ唯一残った夕紫色オイランが心配なのです。なるほど。どうなっちゃうの、どうなっちゃうの、これどうす、どうなっちゃうの、どうなっちゃうの、どうなっちゃうの、これお前様、どうかお願いです。私をここから出してください。お願いします。鍵をお持ちでしょう。その鍵を渡してください。さあ、早く。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。このまま一生忘れません。忘れません。どうもありがとう。どうもありがとう。人がいなくなってる。すまないよ。では検討になる。呪われてるっぽい人がいるわ。誰か大事な役目を任されてる人もいる。よし、私は私でリホを探しに行こう。ウィランド中、私は何もしてない。行くぞ。 あんただったのね。違う、最低。私じゃない、この裏切り者。私じゃないってば。裏切り者だったわけね、あいつは。治安が悪くなったものね。やってないですなんか容疑をかけられてるわ。次だけです。次の上司どっか出るのか。そうそうそう、ごめん。違いの差が好きですよ。ナイス、ごめんや。ごめんなし。ベニア、ベニア、ベニア、酒を飲んだ途端、メリアは苦しみまして倒れた。酒に何を入れた。何も…どうしてオイラに恨みでもあったのか。そのこのために私を利用したんだな。いや、そんなわけ…ちょっと私じゃない。私じゃない。こいつ…違います。私じゃないです。私はこの目で見た。違います。おい、こいつ捕まえるぞ。なぜ。違うんです。捕まえろ。何笑ってんすか。やめてください。何もしてないんです。いいから来い。私はやってない。何もしてないのに。よしのだ。大きくん。大学の時に憧れてた先輩がいたもん。2、3個上ぐらいでかっこよくて、ずっと長い彼女がいたから諦めたっていうか、まあ、彼女いる時点でさ、もうあへーって感じや。だからまああの人かっこいいなーぐらいで別に何にもしなかったの。そしたら社会人になって連絡くれて、久々にご飯行こうよって。えっ、違って、2人でってなるじゃん。2人でご飯行って1回目楽しかった、そっから毎日 LINE が続いて2回目来ました。で、2回目の時なんかは出張行ってきたんだけどさみたいな、お土産とか言って、私のお土産買ってきて、で、居酒屋で1回目のデートを赤井さんしたのに、どうするこの後カラオケとか行くって言われて、いいね、カラオケね、みたいな感じでカラオケに来たの。すごい具体的なことを聞かれた。どういう恋愛してきたのとか、どういう人が好きなのとかさ、もうそういうことをね、聞かれた。ニコちゃんみたいに楽しいことを一緒にいたいみたいな、面白い子がいい、楽しい子がいいみたいな感じで、で、うちやみたいな、もうこの感じ。それでカラオケ行って、うちは普通にやってたよ、こうやってね、聞いて寝てもってやってたんだけど、向こうが固定さんのバンビーナ予約して、でこれでどっちが一番固定できるかみたいな選手権やろうぜって言われたの。分かる、キスのチャンクな魅力なボンバーってみたいなやつなんだけど、それでうちはもう本気でやったの。そしたらその日から連絡が取れなかった。やっちゃったんじゃない。どうなの、どのぐらいやったの。でも可愛さ残してピンプネアーバーエイブ。あ、それダメかも、一番ダメかも。一番ダメかも、やばい。ちょっと一番なんか、じゃあ面白くもないし
そのちょっと女出してるしみたいな。どこが？そのヒップがね。そのちょっとねリアルなんだよねあんたのヒップの動きが。え？なんかそのなんかそのブリンブリンっていうそのなんかわかる？エロい。なんかクリーンなっちゃう。イエイ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 ぐらいだったらわかんないけど。ヒップだ。それだ。お前でもなんかネロで見れなくなっちゃったじゃない。あ、行き過ぎちゃって。じゃあどれが正解だったの。だから多分超えてきたんだろうね。そう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 。シンプルだ。すごい。はい。位置について。よーい。あれ。あこれはね領収書をね貯めたいから。やばい、ちっちゃいちっちゃいカゴ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 ちっちゃい。よし、こっちに行こう、こっちに行こう、こっちに行こう。そう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 、私はね、これが目に入ってた。これ待って、てかさ、紹介しないでいいってなったらうち結構強いかも。やばい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 、5分しかないぞ、5分しかないぞ。青木、青木、こうさ、あ、私に誰も話しかけないで、誰にも話しかけないで。よそかってたら待って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 、やばい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 。あー、どうしようどうしよう。この間爆買いしたばっかでいらない。どうしよう。はい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 。待って待って、色色色色シャインピンク、シャイン、待って待って、色とか見てたらマジでやばい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 。待って、なんかめっちゃ落ち着いてないか向こう。あ、これいいんじゃん、これいいじゃん。ブラウン、かわいい。落ち着いてんじゃん。ニード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 、あ、ニードユー、I need you。 ちょっと待って、もういいかも、もういいかも、やばい。ウォン・ジョインの先生でも買っておくか。どうしよう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 、どうする。あと何分、残り3分。やばすぎ、やばいやばい、無理だよそんなの、無理だよ。やばい、どうしよう、ちょっと待って待って待って、やばいやばい。何これ、パソコン入ると思う、これ。どう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 、うちのパソコン入る、これ。入る入る、後でちょっと見てみます、後で見てみる。でも買うか今決めなきゃいけないんだよ、2回戦で。そうだね、 OK。 ちょっと待って待って、お願い、お母さんお母さんお父さん、おう、この間お誕生日おめでとうおめでとうおめでとう。つぼくさん、何が何が、私が探してるもので合ってるのこれは。ねえねえ、お願いお願い、お父さんお父さんお父さん、今日も私は頑張って息をしています。どんどん入れろどんどん入れろどんどん入れろ、どんどんバチュー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 。待って、顔がなかった。やばいやばいやばい、え、なんか、え、事故してる。ロスタイムロスタイム、やばいやばいやばい、どうしようどうしようやばい、どうしよう。ちょっと待って、あ、クショシクショシ、頭皮に圧倒的ヒット感。え、色なんかで迷ってんじゃねえぞ。自分軸をずらすな。やばい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 、え、どうしよう。買ってみる。何事も買ってみることが大事。やばいやばいやばい。30秒で何ができる。人間は何ができる。やばいやばい。黒じゃない。スプーンと香港2本ずついただきます。残り10秒。残り10秒。7、3、4、2、1。終了です。え、終了です。若田くん、いや、清心くん、ありがとうございます。頑張っていこうね。頑張っていきます。緊張してる。いや、若干そうですね。うんうん、大丈夫。やっぱり前回失敗してるんで。そうだね、そうだね、はい、傷ついたよね。そうですね、やっぱり昇進してる。夜眠れなかったです。そうでしょ、はい、そうなの。最初はね、本当にみんなそう、なかなかそのさ、壁になるなんて無理だから。確かになかなかね、人間なんだもん。確かに無理だよ、壁になるなんて。でもなりたいです。なりたいでしょ。だからやる。わかりました。今日はそのリベンジ、絶対に失敗させない。ありがとうございます。私がついてるから。ありがとうございます。こっから来たかどうかって分かるんですか。分かんない。分かるかどうかも分かんないってことですか。うん、え、分かった方が面白い。うん、分かった。どう、その家主がさ、帰ってきたなって思ってる状態でやるのと、どっちが楽しめる。帰ってきたなっていう状態だな。
名前つけるの早かったかな。え、あのさ、プロはさ、関係ないの、家主がいようがいまいが壁になるの。あ、そういうことですね。別に気にしないの。かしこまりました。うん、あ、確かにそうです。うん、じゃあ私が先行こうかな。じゃあ、あ、いいですか、うん、師匠、じゃあいいですか、うん、ちょっと別にリオが来てようが来てないからどっちでもいいんだ、私、はい、あ、壁ですもんね、うん、ただいま。ママ
ふえ、照れくさくていつも言えないけどさ。こんにちは。お待たせしました。大丈夫ですか？はい。行きます。え？家？家？ピンポン？え、段差とかないよね。大丈夫だよね。フラットフラット。うん。OK。本当にわかんない。外坂道？普通にシンプル坂道？段差はない。段差はない。おーっと、なんだなんだ。え、大丈夫？大丈夫。まっすぐ。え、何？大丈夫？本当に大丈夫？うん。え、何？触った？触ってないか、誰も。びっくりした。え、何これ？あ、エレベーターか。なんだ、びっくりした。はい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 。なんか西の匂いがする。違う？もうなんか西の家の匂いがするんだけど。西ん家じゃないのこれ。ねえ、西ん家の匂いがする。ねえ、西ん家の匂いがする。違う？靴は脱いでください。靴は脱いだ。え、もうできるこれ自分で。ニシンチだもん、絶対。これこっちでしょ。そう、これニシンチだよ。ほら、電気ある。で、ここにピンポンあるでしょ。ほらい、ニシンチだ。え、すごくない？うちの嗅覚。何？誰？誰誰誰誰誰誰。おっと、ほら、ニシンチ、ニシンチ。このトラップの多さ、ニシンチ。押された。めっちゃ押されてる。なになになに、ガガガ押されてる。そしたら目隠しを取ってください、はい、オッケー、撮ってるよ。こんにちは。目を開けてください。はい、3、2、1。見せ方を知ってるじゃん、みんなは。教えてほしいんだけど。教えてほしいかも。チョコポーズっていうのがありまして、顎に人差し指を置いて、ちょっと口キュッてして傾ける。ぜひ。口は。はい。あ、かわいい。できてる？できてる。かわいいです。ありがとう。男性陣がすごいなんか化け物みたい。
けど、うん、大丈夫かな。 できてた？できてた。あ、可愛かったですね。めっちゃ。はい、続いてのテーマはこちらです。最近あった恥ずかしいこと。いやん、田中くんこっち見んといて。いやん、田中くんこっち見んといて。ちょっとタイム、タイム。それ男性からやめない？バラエティ基本的に喧嘩だから。チンチラって言われて、ああ、あのワンちゃんみたいなやつって言ったら、そっち側で押しちゃって、ああ、ネズミと何が違うのとか、怒らせんのか、怒らせんのか、喜怒哀楽が見たいから。今平和すぎるのか、今平和すぎて、本当の解決なんか見たくねえから。なるほどなるほどなるほど、確かにちょっと真面目すぎるかも。そう喧嘩っていうか、怒らせんの、喜怒哀楽を見せちゃう。やっちゃやっちゃ、結構今の そう響いてる。ああごめんね、よし、今まで響いてない。いらっしゃい。お客さん、お好みは？初めてわかんないんですけど、油もしもし。油もしもし、愛は？もしもし。でも、じゃあこういうのやってくれる？いると思った人がいい。と思った。それって理想高いになる、なります。いやでもどうなんですかね、意外と男性でもそういうことしない人もいるじゃないですか。むずいっすよね。自分たちがやってしまうがゆえに、それを求めてしまうじゃん。えノリ悪とかさ思っちゃうじゃん。思っちゃうね。やっていただけないとね。そう、うちも最初そうだった。えノリ悪っ、やってくれなきゃ、やってくれなかったけど、どんどん染まっていく。自ら来る。自らやってくれるようになる。染まってるみたいな感覚でいいのかな。だってこの間なんて、これ絶対つなぐだと思うけど、なこなこカップルご結婚されたでしょ。はい、おめでとうございます。なこなこの YouTube の動画をうち一人で見てたの。涙してさ、一人でなんか食らっちゃって、うん、でうわいいなとか思ってさ、なんか何泣いてんのみたいな言われて、いやなこなこの結婚のさ、このプロポーズの動画見ててさみたいな言って、うん、プロポーズここしねって言って、うちは、うん、こっちさ、家にさバラがあるのよ。美女と野獣のおもちゃのバラがあるの、ディズニーで買った。それを持たしてやってって言って、コウ君がやってって言って、もうホテルに入ってきて、なんで泣いてるの。待っててくれてありがとう。ってやつをやった。終わった。違うよ、なんで口は1個なのっていう話だとは。そうだわ、分かんない。もう分かんない。そんなのだってそれが普通なんだもん。今野田洋次郎さんはね、こう言ったの。5段目の、なんか口が2個あると1人で喧嘩しないように。すごくない？1人で喧嘩しちゃわないようにだって。いや、ちょっと待って、1人で喧嘩しないようにだけじゃない、僕が一人で喧嘩しないように一人とだけキスができる。ダサいよ。鳥肌立ってるな、こっちは。2個あった時の回線の方が考えちゃったわ。超うるさいよ。違う、私そのなんかもうあのなんでそっち側で美恵子とキスしてるの。いや、じゃあ距離で分かるだろ、ここまで来てんだから美恵子さん。その段階で、なんでその時に美恵子がいいのってなんないそっちを想像しちゃった。別に野田さんのこと笑ってんじゃないよ、ちょいは。もし口が2つあった時のキスってどんなんだろうって。確かに、ちょっと右側ので、ちょっと左がちょっと臭くて。右口より、なんかさ、左でばっかりキスするけど、何、右元カノの、なんか大事にしてんの、それ。元カノとしてきたから、右が大事にしてんの。元カノと、うん、まあ、口ピン開けちゃってて、本当に危ない。お揃いでキスできるくない？いや、できるけど、うん、まあ、なんかその、なんだろう、え、何？いや、そういうことじゃない、別に。だからうち右側でキスさせてくれるかと。いや、え、うち両方してるじゃん。だってないもん、あなたが全てだから全然、あ、俺は右側でもいいんだけど、全然その撮ってんな、撮ってんの。いや、撮ってはない。おかしいと思った。どんな時もこうやってこっち向けてくるから。でもつまみ食いとかできる、こう、そうなんだってこっち喋ってるって。授業中とか、確かにね。でも効果は分かんないじゃん。確かに効果はしないじゃん。そしたら同時にこう両キスできるからね。そうなんでその2個なんか統一してないんだろうね。いや、そう
そうそうそう。鼻の2つだけど、鼻と呼ばれるのは1個だけど、うん、これ2個で1セットじゃん。確かに。目は2個じゃん。うん、耳も2個じゃん。で、大体2個じゃん。おっぱいは2個。そう。お尻も2個。お尻も2個でしょ。足も2個。手も2個。大事なものは1個なのかな。心臓も1個じゃん。確かに。でもなんか2個あるよ。2個あるよ。あれあるよ。腎臓とかなんか。心臓止まったら終わりやん。脳みそが止まったら終わりに。え、これ誰かいないの、その研究とかしてる人。え、確かにね。え、なんで、うん、なんでチンチンじゃない、なんで口は1個なのチンチンは1個。おだめで乗ってない。え、おだめで、ごめんなさい、おだめで、ちょっとチンチンは乗ってないんですが、一番大事な心臓はさ、両胸につけてあげるからね、うん、いいでしょって聞かれて、うん、僕はまたお願いしたんだ。恐れ入りますが、この僕には右側の心臓はいりません、うん、僕に大切な人ができて、うん、その子抱きしめるとき初めて2つの鼓動がちゃんと胸の両側で鳴るのが分かるよ。だから右と右同士にあるから、こうハグしたら両側で心臓が鳴ってるやつ。はいはい、すごくない？両側で鳴らしてみる。え、両方な、いやだから両方に心臓あったらやかましいだろ。ハグした時にドーンドドン。わかんないじゃん。え、これドキドキしてんのか、うんうん、なんだなんだ、はいはいはい、だからそれをちゃんと感じたいから一個はなくしとかないとこっち感じれない、うん、あ、どっちもドン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 だとぶつかってるだけだから、はいはいはい、難しい難しい、奥深い。よくそんなこと考えつくよ、本当に。いや本当すごくない？結構マジですごいと思う。だからうちらもその素質はある。着眼点的に、そう、なんだって、なんで、なんで、なんでこだろうってなんないじゃん、マジか。だから、そう思ったんだよね、野田さんも、うん、え、待ってみたいな、なんで口っていくんだろうみたいな。俺は一人で喧嘩しないようにだ。なんで一人で人をキスができるの。そうだよ、だからもし、なんで口が1個なんだろうから始まって2個あった時ってどうなるんだろうじゃん、次。すごい。だからうちらにやるんだよ、2個あったらこっちとこっちのキスできるな。そう、喧嘩見えてるから。そうそうそう。で、目の動きを一定にしたっていうのもなんかいいね、それ。ああ、え、右目で誰か見てるの、二人で。あの、そう、あの、こうはできないと思う。この端っこと端にはできない、ね、そうそうそう。で、一人の人を見れるように。自分が作り出すリズムってさ、なんかほとんど一緒でいいから。わかる。あれ、繰り返しみたいな。そうそう。なんかビートメーカー的なちょっとすごいよね。いや、すごい。それにさ、とらわれずにさ。そうだよ。今だから、リズム作ってくださいって言われたらさ、大体多分さ、うん、イェーイドンドン、イェイドン、イェイドンドンドン。うん。けど、あの人たちは、もう、チュッ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 、なんかやだな。ずちゅっとぽやだな。いいな、なんかお父さんが子供抱っこしながらコーヒー持って歩いてる。豊かだよ、うん、しなこっ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 こ。口をさ、最小限に開けて大きく出してみて。結構強いで、こんだけしか入ってないです。そうそうそう、開けて、うん、開いた。うん。うん。あの声の波長によっては結構いけるかも。これ、うん。声の波長によってはいける。うわあ！やめて。怖いもん。それやってみて。思いっきり最大限。エンジンかかったみたいな。逆はめっちゃ口開けて、あ、それはできるか。うん、これできる。むずいのはやっぱり小口で大声、うん、むずい。そのさ、エンジンかける感じはダメ。そのあーは一文字、うん、あ、あ、確かにね。
じゃあ、単発、あの。むずい。むずい。むずい。バイバイ。バイバイ。うちだからそのインサイトヘッドとかで言うあるじゃん。喜び悲しみ。うん。多分うち700人ぐらいいる。そんなのいる。ね。学校って。そう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 。知ったかぶり。やだ。絶対いるわ。あとうちらに共通するものが、なんか仲いい人がうちらに。うちらだけにしかいないやついそう。下げすみ。下げすむってどういう意味？なんか人をさ、なんか下に見てバカにするって言うやつだ。でもなんかこうアメリカのクラスの意地悪女子はいそうだ。確かに。意地悪。意地悪。でもそのなんかそれを人に出すっていうよりかはここだけで出す、なんかここだけにしかいない。そう、内弁慶絶対いる。内弁慶絶対いる。内弁慶の外仏絶対いる。コンビ外コンビがいるわ。絶対いるわ。うちマジでそうなんだよね。内弁慶の外仏って多分本来は家の中では厳しく辛く当たって、うん、外では善人ぶるみたいな感じ、うんうん、それじゃなくて親しい人の前でしかはっちゃけられない、うん、それみんなそうか。なんかマジの初対面の人って逆にいけんだよね。わかる。でもそういう意味では人見知りではないのかな。そのさ、人見知りって本当にさ、なんか初めましてもう喋れないみたいな。でも一応さ、こうさ話はするじゃん、うん、お願いしますみたいな、その笑顔を向けるとか、うん、人見知りではないけど何なんだろう。また違うよね。違う。別に楽しいんではないんじゃない、心の底から。あ、人見知りではないけど、そう初対面の人と喋るのにちょっと無理をしている。そう、無理をしているっていう、うん、それなんか名前ないですかね。建前。建前。社交辞令。あ、社交辞令。やだね。やだね。もう大人になると感情がいっぱいになるんだよ。社交辞令もいいんだ。ここは思ってないけどそうやって言おうみたいな。やめよとか言って喜びが出てきて、そう、正直に生きないとやめよって。いや、ダメですよ。そうしないとこの人との関係がうまくいかないんで。今日も可愛いですね。でもさ、それがいてくれてるからさ、例えばうちがさ今めちゃくちゃ口すんくちゃ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 、最近人間になるどうにかごまかして人間だったやつ。そう、今顔ガチで言ってて驚きだったよ。驚き。普通になんかマジの顔。対処しきれてなかった。いっぱい計算してた。頭の中で。これは。ダメだ。対処できなかった。くちゃくちゃ。本当に疲れました。藤崎さん、一生懸命喋りすぎるとさ、喋れない。脳が先に行ってんだよね。口が落ち着いて、ついてきて。もうちょっと辛い。いや、もうしんどい。すごい言い直す。いくつか言ってくれた。もう、何も言わないと思う。何が言いたいのか分かんなかったでしょ。口臭がっちゃった。口臭くて、うん、え、口臭い？ふーってやってきて、うん、臭いじゃんそりゃ、うん、でも傷つけないために、うん、それ怒ん、今ね、怒んの怒んないとか言ったりする。あー、つらい。それがないとダメな時もあるからね。確かにな。暗い。いやいや、こんなもんでしょ。薄暗い。こんなもんでしょ。ウケツ、サケツさん。じゃあ、覚えて。ウケツ、はい、さ。またお香です。また焼いて。燃えている、燃えている、燃えている。あ、あ、ほら、ちょっとサケツさん。サケツさん、ごめんなさい。ちょっと気使ってください、そういうとこ、ほら。すみません。ほら、機械に入るから。サケツさん。すみません。ミスが多いんですもん。大人だったら分かるでしょ。こんな逆さにしたらこぼれるんですよ。すみません。必死に綺麗好きアピールです。私本当に気になると思う。ごめんなさいね、すいません。綺麗好きアピールをしてます。申し訳ないです。これ
近いですから、最近買ったやつですから、もう気をつけてください、サケツさん。サケツが、よし、なんかこう、困りません、綺麗にさせていただきます。あんまベッド乗らない、うん、あんま人のベッド乗らない、うん、あんまベッド乗らない、あんまやめてください、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、綺麗になってますか、ごめんなさい、これ綺麗になってますか、あんまり、あんまりその、あんまり人のベッド、ごめんなさい、あんまり人のベッドやめてください、あんまり人乗られたら、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、はい、すいません、すいません、あんまり、うん、大丈夫です大丈夫です、すいません、これちょっとあんまり、ごめんなさい、あやだやだな、枕がシルクです、髪の毛気遣ってますから、やだな、髪の毛を気遣っている、気遣ってますよ、今気遣ってるって言いました、気遣ってますよ、はい、気遣っている割にギシギシすぎやしませんか、関係ないでしょ、別にいいでしょギシギシなやつ髪の毛気にしちゃダメなのか、じゃあこんなツルツルのいい枕に寝てるのに髪の毛がさほどツルツルではないの、いいでしょいいでしょいいでしょ、だからこその努力でしょ、えサケツさん、はい、私怖いことに気づきました、え、ねねね、何ですか、この家は女性の一人暮らしですよね、そうですよ、はい、ベッドが、え、ダブルベッド、ダブルベッドだ、ダブルベッドです、ダブルベッドだよ、枕も二つ、いやいや、だいたいそうでしょ、どういうことですか、だいたいそうでしょ、ホテルだけでしょ、だいたいそうでしょ、え、違うビジネスホテル、なんか見栄え気にしてそうするでしょ、ビジネス独身ですか、ビジネス独身いや、独身ですよ、あんま言いたくないけど、もうあのちゃんと独身ですよちゃんと、ちゃんと、ビジネス一人身ですか、ちゃんと男なしですよ、うん、そのなんかあんま言いたくないけど、逆に逆に恥ずかしいからやめて、それ逆に恥ずかしいから、そう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 、それはまあまああれだよ、それはセクシーなランジェリーの、ランジェリーじゃない、それこれランジェリーじゃない、これ頭です、これをシルクでこうこうこう、シルク、これもで、こうやって寝る、ケアもうケア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 、すいません、うん、喋ってる時に、うん、部屋を、うん、シーツに擦り込んでしまいました、え、部屋を、ね、部屋をしてしまって、スーツに擦り込んでしまいました、ちょっとおけつか、ちょっとおけつ、いやいやいや、おけつ、もういやいや、もういや、もう早く、おけつです、おけつ、おけつ、シルクに、もうほんと、いや、なんか気持ちで臭い、気持ちで臭い、やめてやめて、逃避してしまいました、わかったわかった、じゃあ立とう、じゃあ立とう、粒子を、そのまま今こうさ、粒子を入れ込んでしまいました、座ってたらたまるから、うんこの粒子が、そう、あの、行こう、あっち行こう、うんこの一部とする学者もいます、やめてやめて、おならをうんこの一部とする学者もいます、ウーバーの名前を、じゃあ防犯のために男性の名前にしてるんですよ、なんか、ゴーワンダニーみたいな、ゴーワンダニー、マサオみたいな、絶対違うやんみたいな、名前にしてんのね、うん、あの、女性の一人暮らしって思われたらさ、女性の一人暮らしって思われたらさ、何があるか分かんない、何があるか分かんない、そう、怖いから、うん、ゴーワンダニー、マサオみたいな感じしてんだけど、うん、逆にね、うん、イケメンとかが来た場合、あーゴーワンダには損だなって思った逆にね、なんか昨日かな、うん、ウーバーして、うん、ちょっとかっこよかった、おっかっこいいなって思ったんだけど、うん、向こうももうあのゴーワンダにが待機してるって思ってるからかなんかそっけなかった、うん、あ、ありがとうございますって感じ、あー彼氏がもうゴーワンダにだと思ってそうゴーワンダにの女だと思ってこいつゴーワンダにと思ったんだけどなんかあこれそんなこともあんのかと、はいはい、イケメンだったから、うんうん、だからうちなんか女優マダニーみたいな名前変えてやろうかなって思うんだけど、どうも確かに女優マダニーマダニーグラミグラミどうなの、え、これさ、チンスって書いてある、女優畑女優畑女優畑畑そう親は悪くないんだよ、その下の名前を花子にすることによって、あ、巨乳畑っていう名字だったんだなって、うんうん、そうだね、狙いすぎるよね、グラミだってそうそう、グラミが、え、親もみたいな話になってくるじゃん今、チャンネル登録者数350万名様がね、うん、見ていただけてますけど、うん、その350万人の人間に評価されるわけですから、確かにね、それ以上で登録してくれてる方は、まあ、ヘイフラがうん、好きになってくれて登録してくれたかもしれないけど、うん、それ以上の人が見て登録しないとか、確かにこいつら嫌いとか、うん、ブスのくせにとか、うん、
腰のくせにとか、ね、いろいろ言われる中にいますから、気にしてたら多分もうね、もう今の段階で多分もうこの世にいないです。確かにね、そうだね、入れてること奇跡ぐらいだよね。本当に、結構なんか本当にさ、すごいなと思う。表に出てる人ってこういう気持ちなんだというか、自分がさこっち側になるって思ってなかったじゃん、うんうん、いざたくさんの人に見られる側になって、うん、えこんなに死ねとか言われるのとか。本当にそうです。これそれも最近も思ってた。え、それやばくない？これはやばいかも。なんで？なんで？え、これマジでなんで？リモコンそこにあるじゃん。で、はい、今一瞬再生されて停止したの。だから今そのテレビのなんかなんていうの、スリープモードみたいな映像が流れてるんですけど、急に動画が再生されて一瞬で止まってまたスリープモードに。っていうか一回再生されたらその YouTube の画面になるんで、再びスリープモードになるわけじゃないんですよ。恐ろしい。恐ろしいから見た目だけハッピーにしとく。え、怖いじゃんよ、もう緊張したんだよ。ごめんごめん。え、どうしよう、今日ちょっとリモに泊まりに行こうか。うん。はい、じゃあちょっとね、撮れたい。じゃあね、ちょっと撮れたい。うちさ、本当に危ない人だと思われてそう。そろそろこれ歩けないかも。そうそうだ、さすがに、さすがに。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ。どうぞ。途中さ、うん、なんか寄ってくる。寄ってく、寄ってく、買い物したもんね。うん、うわ、いや、バイク2ケツ2ケツ、え、いいの、あり、え、いいんだよ。3ケツ3ケツとか4ケツとか当たり前。マジで、え、なんか乗せてもらうじゃないとかで。確かに、ね、乗るか。うん。おお、僕が、僕が。あ、this place、I want to go to this place。 Okay. Okay. これこの絵に何が意味があるんだろうね。いや本当に考察とかしたいかも。じゃあ逆に、確かにね、意味があるものにしたくない。だって考察ってめっちゃ自由じゃん。そうだよ、自分が思うような感じたものを、それがアートなんじゃない。でこの絵を見て私はすごい勇気をもらいましたとか、これがこうでこうで勇気をもらったとかいう人がいるかもしれないからね。いやそうだよね。うん、この絵の素晴らしさが分かる人間力みたいな話でも、じゃあ多分そんなにつけてない。それそうそうそうなの。色使いとか、うん、デザイン性が好きとかなっちゃうけど、うんうん、でもそれでもいいと思うよ、うんうんうん、アートの楽しみ方はそれぞれだから。そう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 、それがアートだから。そう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 。ちょっと左側に座ってない。なんで遠慮がちな性格。私はね、うん、こっち側にお目当ての人がいるのかなって思った。これ確かに、確かに、でこっちに隣もいるはずなのこれって、うんうんうん、けどもう目もくれない。背向けてる。そう、背向けてる。これどうやってくるの。意外とこうやってくるの。ええ本当だ。え、意外と左上じゃない。左上じゃない。うん、えだよね。うん、え、あ、右が上、右が上だこれ。なんかどっちにも見える。やばい。え、どっちにも見える。あ、いや左もこっちも。え、そうだよね。うん、でもさ足の形さ。そうなんだよ、右と左って言ったら、あ、左が地についてる。そういうことじゃない。気づいちゃった、気づいちゃった。わあ、あなたはじゃあさ行動全部さ言ってんの。不安にさせないようにしてんの。してるよ多分。じゃあこれからサウナに行こうってなったら、うん、どうやって伝えますか。西とサウナに行ってくる10時から、うん、でサウナ行って終わったよ、今から帰るね。一緒じゃん。え、彼氏が送ってきてんのと一緒じゃん、うん、今からフランフラン行ってくる、行ってきたよ。サウナ中は連絡返さないの。あんなに携帯いじってんの。連絡返さないかも。え、だってよく、話すことないじゃん。でもあんた言ってたよね、なんてこれから友達どこどこ行ってくるっつって。そう言ったら連絡事項みたいに終わったよとかこれから帰るよっていうのしか来ないって言ってたよね、うんうん、だから私はツイッターかとか言ってね。あんたも同じことしてる。でもさそれってさ置いてかれてるわけだから、うん、離れてる時にね。こっちの気遣いは欲しくない。沖縄に撮影できましたってなったら、うん、結構連絡するの。何をしてるかとかね、こと細かく、うん、私が置いてってるわけだから、家置いてった側がケアしろよって感じなの。なるほどなるほど。こっちからしたらそのサウナが、そのサウナ行って
帰ってきたよ、ほら帰ってきた、ほら、来い来い来いリングに上がれリングに上がれおいおいプリンス、おーい、うん、彼女の言い分としては、例えば怪しいっていうスタンプを送った時に、はいはい、なんかしょうもないって言われたとかっていうのが結構ショックだったみたいで、はい、その俺は何ですか、しょうもないって言われました、ごめんなさい、あ、でもでもですよ、ごめんなさいじゃないですか、ごめんなさい、あなたの息を聞いてかわいそうなんですか、はい、ごめんなさいそう、ごめんなさいじゃなくて、今になってた話はあんただって内容を事細かく言ったりとかしてんのって、あなたのね LINE が Twitter みたいだっていうの、どこどこ行ってくる、終わったよ帰りますって言うんだけど、あんたはって言ったらこの子もそうだっていうの、でも私もそうだよね結構ね、サウナ行ってサウナ行ってくるって言ったらさ、うん、サウナ中とかあんま返さないよね、うん返さない、あんたもツイッターじゃん、でもサウナはさ返さないじゃん、整ってんのにあれれおかしいね、おかしいよ、だからあなたがそれを求めるんだったらあなたもそれをしないと、いや違う、だからサウナはむずいよ、サウナはちょっと例えばむずい、だってうち結構さ旅行とか行った時結構連絡するじゃん、うん、するよしてないと言っております、してたしてたしてた、え、でも本当に褒めたいところが一つあります、あ、来たよ、あのめちゃくちゃ写真送ってくる、おお、いいじゃん、なかなかいないよそんな人、うん、しかも友達もつして、あら、でも私はそれがねどうなんだって最近思って、なんでよ完璧じゃん、うるせえ彼女みたいじゃない、報告しろっていう件俺はペッと送り出した、報告しろとは言ってませんよ、はぁ、寂しい件、不安なる件、ペッと送ったらツイッターがすんなって言われる件、あ、じゃあどうしろって言えろ、あのね難しいんだよね、例えばさ地元なんか何があるか分かんないんけ、あーなるほどね、分かる、飲み行ったりとか、考えすぎない、遊んでる時とかは考えすぎって言いました、分かんないですよ、分かんないですよ、そんなあなたの地元の友達まだ知りませんからねしゃせーしゃせー、もうちょっと声張った方がいいですよ、シャセー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 、何名様ですか、何名様ですか、二名様、二名様、奥のカウンターからどうぞ、シャセー、はい、どうしました、はい、あ、煮卵トッピング大丈夫ですよ、100円です、100円で受け取って、100円じゃないです、150円です、あ、値上がりしたんです、ごめんなさい、150円で、ごめんなさい、お前待って一緒に、そんなことやらないとかっていいですか、僕が今やってるんで、はっきり着てきないかな、150円いただきます、煮卵です、てか、こっちはでかいからよし、じゃあできたから、これ水切れる、はい、やって、違う違う違う、なんでなんで水にさらすの、あ、そういうことですか、うん、こうです、パッパッパッパやって、もうやったわ、やって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 こっち仕事あるからいろいろ、いや暑いな、商品見たりあるから、もうその上使わないですよお客様、どんぶりが3種類ありましてどんぶりどれがいいですか、ラーメンポーズこっちにしますね、あ、こちらがよろしいですか、あ、こちらがよろしいですか、あ、くれな、どうしました、はい、あ、ごめんなさい、こちら佐藤がちょっと新人で、すいません、よく言って聞かせます、あ、清水ですか、清水さん、まくりいただきました、ありがとうございます、まくり券を見せて、はい、こちら、はい、あ、確か20枚やつ、確かとかやめて、20枚です、20枚で、あ、22枚です、22枚、はい、22枚集めると、何がもらえる、器器どんぶり、金のどんぶり、どんぶりか、ラーメンが1杯無料、あ、無料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 になります、はい、ありがとうございました、そちらのカードを次回持ってきていただけるとトッピングが無料になりますので、ぜひ1枚でもご利用ください、ありがとうございました、ありがとうございました、覚えておいてね。